こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は、Amazon 輸出は無在庫では儲かりませんというお話です。Amazon 輸出、無在庫販売、それと自己発送ですね。これでは儲かりません。まず、高く売るために必須である、このカート取得。これが、ほとんどできないです。一時期ね、できてたこともあるんですけど、それがシステム変わりまして、多分、今、ほぼ FBA じゃないと、取りにくく変わってます。今時ですね、無在庫販売で Amazon 輸出を儲けようっていうのは、ちょっと厳しいんじゃないかなと思います。そればかりでなくですね、まず、例えばホリデーシーズンは、荷物が非常に多くなって税関も混雑します。仮にアメリカの税関で荷物が止まってもですね、税関のせいで配達が遅れてるという言い訳はできません。言うのは勝手ですけど、しっかりペナルティは食らいます。配達が遅れたという罰がついて、ますますカートが取れなくなると。ね、で、遅れて届いたからといって返品と。国際送料もあなた持ちで返品を受けなきゃいけないと。これやってらんないですね。で、プラス、無事、アメリカに入ってもですね、アメリカで荷物を投げて運ぶのが、デフォルトです。で、このね、これね、投げてる様子ですけど、投げてる様子いっぱいあります。少しアップしてあったんですけど、稀な例だと勘違いしてるみたいなんでですね、これから見つけたら、ちょいちょいこの荷物を投げて運んでるところはアップしていこうと思いますけど、普通に投げてはアップし、あの、運ぶのが普通です。で、この宅配会社が投げて運んでですね、中が壊れたと。壊れてたから中古じゃないかとか、壊れて届いたってクレームも、全部、あなたのせいになります。で、これね、机上の空論で、情報を発信している方とかサポートしている方は保険が使えますって言うんですけど、実際問題は保険は使えないです。なぜなら保険を申請するには買い主ですね、購入者がめんどくさいことをしなきゃいけないです。宅配会社に商品を持ってって、で、書類を書いて、あるいは郵便局に行ったらですね、郵便局で1時間近く並んで書類を書いてということをやらないといけないです。そんなことやってくれる、購入者はまずいないんで、普通に返金をしてくださいと来て返金をしなかったらですね、Amazon にクレームを出されて、それで返金になると。アカウントは削除されるということになります。で、これ、少なくとも税関の問題と宅配の問題についてはですね、FBA を使えば全く問題ないです。それからカートも FBA を使えば取得できます。ただ、FBA の問題っていうのは、売れるか売れないか分かんない商品を買わなきゃいけないと。ね、じゃあ、どうやって売れて儲かる商品を見つけるか。その辺を自力でやるのは結構厳しいと思いますので、初心者の方は、大損をする前に、あるいはね、せっかく儲かる Amazon 輸出、自己流でやって嫌になる前に、転売アカデミーの Amazon 輸出ノウハウを、チェックすることをお勧めします。まずは、こちらのメールマガに登録するとですね、無料で Amazon 輸出無料セミナー届きますので、ご覧になってみてください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。